平林明君。はい、平林君。公明党の平林明です。この度の、法案の審査も、金曜日、厚生労働委員会との連合審査、昨日は、群馬県、宮城県での地方公聴会と、連日の審査が続いております。国の将来像を決めゆく重要な法案審査ですので、私も有意義な審査となるよう、質問させていただければと、存じます。金曜日、5月10日、厚生労働委員会との連合審査会では、西村委員のご質問に対しまして、技法提出者から、次のようなご答弁がございました。すなわち技能実習の時代は3つの大きな問題があったとされまして、第一の問題が国際貢献との微妙のもとに安価な外国人労働力を大量に雇い入れていたという点で、これは今回の改正でなくなると、されておりました。その上で第二の問題点が、やむを得ない事情がある場合のみ転籍が認められたんだけれども、やむを得ない事情が極めて狭く解されることによって、実際には転籍が認められず人権侵害がある職場にもとどまざるを得なかったという点、第三が、送り出し期間が人材紹介手数料ということで、法外な金額を外国人労働者から徴収して、これが借金となり、この借金を支払うために意に沿わない働き方もしなくてはならなかったと、これらの、点を述べられまして、確かにごもっともと、存じますし、当然解決していかなくてはならないと、思っております。その上で各法には第二、第三の問題点はまだ残っていると、このように述べられたわけでございます。加工におけるこれら2点への対応に関しましては、4月24日、我が党の大口委員からも、さまざま質問がありまして、やむを得ない事情がある場合の転籍の要件の明確化や拡大が行われることについて、また、第3の、送り出し手数料の問題に関しましても、上限額算出の仕組みの算定や、MOC の再度の締結により、送り出し機関の通報や認証、認定取り消しを要請できる仕組みを強化すると、こういう答弁もあったところでございます。そこで技法の提出者にお伺いをさせていただきます。各法においてこうした対応が取られているわけでございますが、技法の提出者が各法において第2、第3の問題がなお残っているとしておられるご趣旨を伺います。修法提出者、道下大輝君。ご質問ありがとうございます。まず各法に残された第2の問題点として転籍制限を指摘させていただきました。各法ではやむを得ない場合の転籍についてその範囲を明確化する、手続きを柔軟化するとのご説明があったと思います。しかしながらこのような措置は法改正を待たずともできることでありまして、なぜここまで転籍の問題点が指摘されてきたにもかかわらず放置されてきたのか、そしてこのような経緯に加えて先日も政府からご答弁があったとは承知しておりますけれども、通知やガイドラインといった形でいまだ示されていない中で、これが適切に機能するのかどうか、この点について疑念を感じざるを得ません。また、本人意向によります場合の転籍も認めることとしておりますけれども、そのためにはさまざまな条件を満たす必要があるとされておりまして、また、その具体的な条件はすべて今後検討するとされているため、されているに過ぎないため、実際にどれだけの外国人労働者が転籍することができるのかは未だ不明でございますし、はなはだ疑問に感じざるを得ません。次に各法に残された第三の問題点でございますけれども、外国の送り出し機関に法外な手数料を支払い、その多額の借金を返すために意に沿わない働き方をしなくてはならないという点を指摘させていただきました。この点についても先日もご答弁があったことは承知しておりますが、海外の悪質ブローカーを排除しようという目的や、そのための手段については、一定程度、その基本的考え方を共有するものであります。しかし、その具体的な制度設計は、これもまたこれから検討するとの答弁に尽きており、その実効性の確保は見通せないままでございます。また内容的にも、新たな二国間取り決めを作成した国の送り出し機関からのみ受け入れを行うことを原則とすると説明されておりますが、では例外の場合にはどのような形で悪質ブローカーを排除するのかといった点もまだまだ疑問がございます。このように政府の答弁を踏まえた上でも、やはり各法の問題点は十分に払拭されていない、されたわけではないと考えております。以上です。平林君。はい、
今ご説明あったわけでございますけれども、それではちょっと政府側に伺わさせていただければと思うんですけれども、ただいまの議法提出者からこの2点に関しまして、まだ残っているというお話があったわけですけれども、この点に関しまして、より踏み込んだご説明がありましたら、その内容をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。出入国在留管理庁、丸山次長。お答え申し上げます。育成就労制度では転籍が認められるやむを得ない事情の範囲について、あらかじめ示されていた労働条件と実態に一定の相違があった場合、職場内での暴行、常習的暴言だけでなく各種ハラスメントが発生している場合など、より具体的な例を示してその範囲を明確化することを想定しております。また、例えば受け入れ機関側の都合による一定の賃金低下があった場合、抑制の形で居住費などの本人負担額の増加や生活環境の変化が生じた場合などの例を追加し、範囲を拡大することも想定しております。加えて現行の運用では、転籍が認められるための立証の程度などについて、特に実習生と受け入れ機関の主張が食い違う場合などには、転籍手続きが速やかに進まない事案も見受けられたところです。このため対応の必要性や緊急性を踏まえ、例えば外国人から録音、写真などの資料による一定の説明、署名があった場合には、機構においてやむを得ない事情がある場合と認定し、転籍を認める場合があることを明確化し、これにより迅速な転籍支援につなげることを想定しております。次に、送り出しにかかる手数料につきましては、外国人の負担を軽減するため、送り出し機関に支払った費用の額が育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして事務省令で定める基準に適合していることという育成就労計画の認定要件を設けております。具体的には明確性の観点から、例えば来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みとすることが考えられます。このように育成就労制度では、現行の技能実習制度で指摘される問題に対する一定の対応を講じているものと考えております。以上、林君。はい、ありがとうございます。まだ、検討中という、ご指摘が、司法の提出者からもございましたけれども、その点、やはりしっかりと、おそらく司法においてもそういう部分があると思いますので、その点に関しては、それぞれの明確にしていっていただけたらと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。続きまして、やむを得ない事情がある場合の転籍に関しまして、これも今ちょっと議論あったところですけれども、質問をさせていただければと思います。この条件、要件に関しまして、この今回の開催において、その範囲を拡大、明確化すると、ともに手続きを柔軟化すると、このようにしているわけでございまして、その中身について、少しだけ確認をさせていただきます。まず現行のやむを得ない事情の範囲については、運用要領で、実習実施者の経営上、事業上の都合や、実習認定の取り消し、労使間の諸問題、暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題などの場合に該当することと、されている。これはもともとだったと思います。そして今回の改正においては、この範囲を受け入れ機関側の都合により、稼働日数が予定よりも少ないことなどによる一定の賃金低下があった場合や、予期せぬ形で居住費などの本人負担額が増加した場合や、生活環境の変化が生じた場合などの例も追加されることとされているわけでございます。その上で、やはり重要なことは、これ、やむを得ない事情、今、こうやって類型されているわけですけれども、こうしたことを起こらないようにしていくということもですね、非常に大事なんではないかなというふうに思っております。私も、ほんの少しだけですけれども、海外にいたときに、住む場所を急にこう、ちょっと問題が生じたときでも、本当にどうしたらいいんだろうと、思って、結局、対応取れなかったというようなことも経験をさせていただいております。こういうやむを得ない事情が起こらないようにするために、今回の改正案ではどのような措置を講ずることとされているのか、大臣にお聞きできればと思います。小泉法務大臣。ご指摘のとおり、やむを得ない事情がそもそも起こらないようにする、防止をする、極力防止する、非常に重要なことであると認識をしております。そのような観点から、今回の育成就労制度では、まず監督の強化ですね、管理支援機関の独立性、中立性の確保、あるいは外国人育成就労機構の監督指導機能や支援保護機能の強化による監督の強化、これによって不適切事案が生じにくくなるような形で、
規律を高めたいというふうに考えております。第2位、不正行為が行った受け入れ機関に対して育成就労計画の取り消し等を含む厳格な対応を行うことも予定をしているところでございます。また分野別協議会において、啓発を、関係者の意識の啓発を行う、こういった施策を合わせてですね、人権侵害行為等のやむを得ない事情が極力生じない制度としていくよう努力してまいりたいと思います。はい、平林君。はい、ありがとうございます。続きまして、ハローワークの体制強化に関しまして少し お聞きできればと思います。確保においては転籍支援を管理支援機関が中心となって外国人育成就労機構、およびハローワークが連携して取り組むこととされています。このためには外国人育成就労機構、この点前回僕質問したんですけれども、とともにハローワークの体制強化も必要と考えます。この点に関しまして、厚生労働大臣からもご答弁あったところですけれども、一方で技法においても手法と言った方がいいですかね、ハローワークの体制強化は必要でありまして、5月8日本委員会の寺田議員の質問に対しまして、宮崎厚生労働副大臣が業務が明確でないので試算は難しいけれども、ファクトとしての数字はこの通りであると、このようなご答弁をしておられました。これを聞きして私は現実的に難しいのではないかなと、こんな印象を持ったわけでございます。これに対して確保におけるハローワークの体制強化においてはどの程度の規模が必要になるのか、現実として可能な程度であるのか、厚生労働省の見解を伺います。厚生労働省原口大臣官房審議官。お答えいたします。育成就労制度におきまして外国人の転籍支援を行うにあたりましては、まずは管理支援機関が中心となって行うこととしつつ、外国人育成就労機構におきまして加えましてハローワークにおいても、機構等と連携しながら職業紹介を行うこととしてございます。具体的にはハローワークにおきましても外国人からの転籍相談を受け付け、外国人育成就労機構から外国人が育成就労を行う分野の受け入れ企業の一覧などの情報提供を受け、職業紹介等の転職支援を行うことを検討しております。ハローワークにおきまして円滑に転籍支援を行うことができますよう、育成就労制度の施行に向けまして各分野の受け入れ見込み数や当分の間、各受け入れ対象分野ごとに1年から2年までの範囲内で期間を設定する従前の育成就労実施者の下での就労期間など本人以降による転籍要件など制度の運用の詳細の検討も踏まえつつ、加えまして施行後におきましての転籍希望の件数など実情勘案し、ハローワークにおきまして円滑に転籍支援ができるよう必要な体制整備を検討してまいりたいと考えております。平林君。はい、ちょっと時間がなくなりましたので、さっき管理支援機関に関しまして平口院から少しご質問ありましたら飛ばさせていただけたらと思います。申し訳ございません。最後特定在留カードの、に関してお聞きできればと思うんですけれども、マイナンバーカードに関しましては、この度の、法律の改正によって、スマートフォンへの搭載が、より一層可能になっていくということなんですけれども、この度の特定在留カードに関しましては、このスマートフォンへの搭載はどのようになっているのでしょうか。お聞きいたします。丸山次長。お答え申し上げます。今国会に提出されている 番号利用法改正案では、マイナンバーカードの所持者を対象に当該マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載し、マイナンバーカードと同様の本人確認できる仕組みを設けるものと承知しております。一方、在留管理制度においては中長期在留者全員に在留カードを交付し、これに受領義務及び常時携帯義務を課すことによって、適法な在留資格を持ってワークに在留するものであることや、就労の可否などの情報を即時的に視認できるようにし、適正な在留管理を図っているものです。そのため、現時点におきましては、在留カードの機能をスマートフォンに搭載することは予定しておりませんが、適切な在留管理に資する在留カードのあり方につきましては、技術の進展なども踏まえながら、引き続き検討を進めてまいります。平林君。はい、私もデジ庁の方に確認をいたしましたけれども、これ技術的にはできることであるということでございました。せっかくマイナンバーカードは乗るのに、しかもカードは一体化されているにもかかわらず結局在留カードは財布に残ると、こういう話になってしまうのが現状の制度ですので、ぜひ、これも制度的な話だと思いますので、それが実現できるようにこの改正も検討していっていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。ありがとうございました。